のチョコバナナかな。いやでもスタッフさんもあれは裏を書いてたらしいです。そう、悔しすぎる。山中湖でのライブ見させていただきました、ありがとうございます。そう、昨日おとといはね、山梨の山中湖でスパーク2022in山中湖出演させていただきました。はい、このね3連休私も皆さんファンの方にお会いできる、そう3日間だったのですごく楽しかったですし、目かゆ、なんかねもうツアーがね本当にもうあと1週間切っちゃってて、24日なのでもうちょっとなんですけど、でもこの3日間はちょっとツアーのリハーサルとかではなく、久しぶりにね皆さんの前に立てたので、またまあもうねちょっと明日がねめっちゃ早朝、そう明日ちょっと早いから早く今日寝ないといけなくって、起きれるか心配。そうそう、まあでもあれですね、なんか来月のことは私はよく分かんないんですけど、でもなんかいつもそうだけど忙しくさせていただけてるのか、まあ、自分で言うのもあれですけど忙しいって言っていいのかわからないけど、まあ、スケジュールは結構埋めていただいてるから、それだけ NGT48 としての活動がたくさんできているということですから、まあちょっと学校の方はね早く卒業したい、早く卒業ねできるようにならないと。でも夏休みも始まるから、うん、最近どうです？皆さん 最近どうですか？元気ですか？暑いし蒸すし、いやそうですよね、本当に暑い、本当に暑いんだよね。今日のトークイベントたくさん笑わさせていただきました、めっちゃ楽しかったですね。そう、湿気がさ本当に、あ、私今度ちょっとツアー前に宿毛矯正をかけに行こうと思います。宿毛、なんかストレートパーマはかけたことあったんだけど宿毛かけたことなくて、なんかピンピンにならないか心配、なんか巻きたいから、なんか宿毛矯正ってなんかすごいピーンってなるのかなって思ってるけど、でも巻けるよね、そうだよね。でもなんかこの髪型、この髪型は羊さんヘアです 羊さんヘアです。なんかイコラブさんの大谷えみりさんが羊さんヘアをされてる写真を見て、あ、浴衣羊さんしたいと思って羊さんになってます。そうです、ここで結んでもらって なんか三つ編みしてもらって三つ編みを団子にしてます。
そうです。よいしょ。いや、なんか足がね疲れるんですよね、本当に。あと食生活だね。なんかさ、お仕事がさあったらさ、結構そこので出していただいたお弁当とかを食べるんだけど、なんか美味しいお弁当って、まあ、美味しいけど、あの野菜が少なかったりするじゃないですか。だから多分タンパク質は、お肉は多分食べてるからお肉とかは。でもそう、しかもめちゃそう偏ってだからさ、今日さ、みゆみゆがさ青汁をさ毎日飲んでるって言ってたからさ、あやっぱり栄養バランスは、はい、なんか取った方がいいんじゃないかなって思い始めた。なんか今までそんな、なんか自分のそのなんていうの、なんだかんだ私は健康だと思ってたんですよ。でもなんか確かにそう、栄養とか取らないと肌とかさ、なんかもう元気が、パワーが、そう、体が重いとかさ、なんか動かないみたいな、肌荒れがとかってきっとさ、そういうところじゃないですか。まあ、睡眠とか栄養バランスとかさ、そうと思って、なんか大事だなって思った。だるまさん、ありがとうございます。そう、なんかむくみが、私本当に冷え性でむくみやすいから、なんかもうパンパンです。うん、なんか長生きしたいなって思ってそう、なんか健康でいる方が長生き多分できるから、あの、はい、長生きできるように、頑張らないと。いや、なんかでも本当に私、自分の人生とかを全然なんか考えてるようで考えられてないんだなってすごく思う。なんかまずアイドルじゃない自分、アイドルじゃない自分って、なんかめっちゃ自分アイドルみたいな感じだけど何、なんか NGT じゃでいない自分、その普通の子みたいに高校でも本当もう一日何時間も勉強して、なんかこういう鉢巻き巻いて、なんか絶対合格必勝みたいな、でなんか大学の受験勉強とかするようなのを想像はしてたけど、自分がやってるのはちょっとなんかしっくりこないというか。でなんか今はなんか、でもきっと私のその同級生とかはみんなそんな感じだから、なんかね、みんな頑張ってるし、きっと大学とか行ってなんか高学歴でいい、すごいエリートみたいな会社に就職してみんなきっとそうで、みんないつかなんか結婚して素敵な家庭を作って、そのままこう働くのと育児とか家事とかっていう問題に直面して、それぞれの選択をしていくと思うけど、そんな中私はもしかしたら
みんながいろんな人生経験を積んでる中、なんかこのすごく居心地のいい NGT48、 なんかこうもうむしろもう家族みたいなくらいすごく優しい世界でしか育ってきてない人そうなんかになるかもって思ったら、なんかもうむしろメンバー間で家族になったらどうかなって思ってるなんかそう、もう一緒にいる時間が本当のもうパパママとかよりも長い気がするから、だからみんなで家族になったらって思ってる。はい、そう、なんか誰がパパやるとか誰がママやるとかは喧嘩になるかもしれないから、まあなんか日替わりとかでも全然大丈夫。なんか今日のパパはみゆみゆねとかなんか今日のママはちかなねみたいな、なんかペット誰やるみたいなそうとかどうかなって思ってて、どうかな。いや、なんかいきなりそのみんなで家族になろうっていうのを言い出したらなんかえどういうことってなるじゃん。いや、おままごととかじゃないんでリアルなんですよそう、なんかだからそのね、そ違うのなんか違う、なんか変なこと言ってるんじゃなくて、私は変なこと言ってるんじゃないんですよ。提案、そうだから最初から説明すると、だから本当にみんな感じてると思う。 NGT の子たちはなんかその別にいい悪いとかじゃなくて、少なからずその中学校の同級生とかの久しぶりに連絡取った時とか、今何してんのって聞いたらなんか就職したよとか大学行ってるよとか、なんかもう結婚したよっていう子もいるんじゃないかな、中には。でなんかっていうのをあって、それでなんかあ、私は今アイドルをしているみたいになるじゃないですか。でそれで、あの子はもう結婚もして、あ、そっかそっか、家庭を築いたのねみたいになるんだったら、 NGT 内で家庭を築くしたら、なんかその同世代の子たちと私は違うのっていう、もし不安に感じるのであれば、それは解決できそう。そう、わかるかな、そういうこと。だからおままごとじゃない、なんかガッチ、そうリアル、そうです。ハートさんありがとうございます。クマさんありがとうございます。あ、そう、いいこと、世間知らずみたいになっちゃわないでしょうかっていう。そうだから、みんなでそのファミリーになって世間を転々としていくんです。はい、もうツアーじゃないけどあのファミリーになったら、そのまず家計簿とかもやる人がいるじゃないですか。あとなんか家とかソーラーパネルつけたら何年でだいたい元を取り戻せるようになるから、あの新築だったら地球の環境も考えてソーラーパネルつけようとか、なんか買い物、食料調達誰が行くとか、そうそう、なんかそういうで、みんなでファミリーです。だからファミリー、
です。はい、だるまさんありがとうございます。そう、ミーを超えてファミリーに、そうです。なんかいずれはるか村もファミリー、その一族にするとか、いろんなその族がいるけど、一回統一するとか、そんな感覚です。 NGT 内も、はい、なんか、まあ、とにかく私はいつかね、私はペット役はちょっとそれ以外だったら大丈夫かも。でもお父さんお母さんはやっぱり、うん、あ、でもかいりちゃんも意外と、タコさん、ありがタコさんです、ありがとう。そうですね、うん、いや、どうしようかな。ツアーがね、本当にもうちょっとなんだよね。ツアーが本当にもうちょっとで、どうなるんだろう。初めてじゃないですか。なんかあんまりそのさ、先輩ですら初めてみたいなこと私たち今までなかったから。なんか先輩は結構経験してるみたいな。だから、ツアーで、今まではそのコンサートだからもう一回きりみたいな感じだったけど、他のところにも行けたりとかするから、そうなんですよ。トップスと後ろ同じ柄じゃない、じゃないよ、じゃないよ、ほらびっくりしちゃったじゃん、後ろも逆って言われたかと思った。体力勝負になる、体力勝負ですか。でもまだ体力は大丈夫かも。でも体力は分かんない。なんかあんまりその疲れはしないけど、その一時的な疲れるはあはあみたいなやつはするけど、その体力、寝て起きて疲れ取れてないみたいなのはあんまないかも。寝たらちゃんと疲れ取れるかも。てか、なんかその体の疲れみたいなのがあんまりわかんない。あ、そうそう、リハ時間ね、結構最近長いですね。長いからそういうの続いてて結構大変。でもまださ、いつまでさ、その体力、疲れをあまり感じないこの感じがいつまで続くのやらって思って、なんかでもそのメイクさんとかも言ってたけど、なんか20代半ばくらいから肌が変わるみたいな聞いて結構ビビってます。でもなんか20歳になったら変わるって言ってた人もいたから、20歳なんて言われたら私あと2年じゃん。お肌が変わるって言われたのめっちゃ怖いんだけど、本当にどうしようって思ってる。ちょっと悔やんでる。なんか今からでも、なんか言うじゃないですか、外に出ない
曇りの日でも外出しない日でも日焼け止めは塗るべきとか。でも日焼け止め塗る習慣がさ、外に出る時じゃないと私ないからさ、なんか塗らないとなぁとは思うんだけど、日焼け止め塗ってる感覚もそんなに好きじゃないから。そう、なんか将来シミになるって言われるのめっちゃ怖くないですか？今起きたことが今出るとかだったらさ、 あの時のあれだってわかるけど、でも将来そうなった時めっちゃ怖い。どうしよう、シミだらけになってたら。いや絶対になんとか、いや本当にちゃんとしよう。アルバム生自身晴れるんだった、ありがとう、弾いてくれて嬉しかったですよね。嬉しかったですよね。こんばんは、こんばんは。ハトさんありがとうございます。出ないんだよね、あら出ないの？出してください、念じてください。なんか今日浴衣さ2着も着させていただいたんだけどさ、その浴衣を着付けしてくださった方が本当に天才で、なんか帯の後ろの可愛い帯さ、なんか今ってそのもうリボンの形とかができてて結構カポってはめるタイプの簡単なやつとかが多くって、私もそれすごいいいなと思ってたんですけど、なんかもうその着付けしてくださった方がすっごいいろんな形をできるのね。なんかふわふわ系にしようとか、こうなんか折って、すごいなんかめっちゃすごいんですよ本当に。だからめっちゃテンション上がってたとか、なんかさ組み合わせとかなんかめっちゃたくさんあって、それ種類選ばせてくれて、なんか可愛くって本当にそう嬉しかった。なんか私はあの本当もうこれブルベだからブルベ夏なんです、きっと自分的に自他ともに思っているのは。だからなんかあの今日はね、そうなんか紺というか青というかっていう色とかを合わせるとなんか肌が白く見えるんじゃないかなって思って、そう昼公演はそれになんかピンクの帯を合わせてて、大人っぽいけどちょっと可愛い感じそうにしてて、夜公演は紫みたいな、そう紫もすごい好き、ラベンダーみたいな、ラベンダー好きでパステルカラーとかすごく好きで、そうなんです。でもなんか結構パキッとその濃く締まってる色もすごい個人的にはとっても好きで、なんかリップの色とかがすごい大人っぽく見えるんじゃないかなって、あと肌白く見えたいと思って、黒目の黒の色を強調したり、リップのこっくり感を強調したり、肌白く見せたりとかできやすいなと思ってるから、濃い締まった色とかも結構好きで、でもパステルカラーみたいな淡いふわーってしてる可愛い色も好きだから、そうなんかすごい今日はねいろんな浴衣の柄が見れてめっちゃ楽しかった。うん、57分だ、ありがとうございます。なんか短い時間だったんですけど、またなんか
ちょっとでもショールームはしたいなって最近すごく改めて思うようになってきて、ということで13位の方からお呼びしますね。13位名古屋の武士さん、12位ヤットさん、11位イカッチさん、10位マサヒロンさん、9位ゆうくんさん、8位ゴーエさん、7位てっちゃんさん、6位なぜなにくんさん、5位翔太さん、4位かんくろうさん、3位としやさん、2位ひよぽんさん、1位ぐっちさんです。ありがとうございます。あ、そういえばね、これ触れてなかったんだけど、なんかはるか村のグッズのその卓上版の条例ボードにちょっと誤りがあってですね、で新しくね、その直した修正版のやつ、正しいの届きました。あ、本当ですか。そうなんですよ。なので、あ、本当よかった。ちょっとね、気づいていらっしゃって、あれれれって思ってた方すみません。そうなんですよ。初見さん、ありがとうございます。小越はるかです。なんかでも最近はなんか、ま、メールでも書いたけど、なんかどんなことがあってもこう自分のことは自分が一番知っているし、自分に正直に生きていきたいし、なんか格好悪い生き方はしたくないっていうのはすごく自分の中であるから、自分が正しいと思った道をそのまま進みたいなって、それがその他の人に伝わるとか、なんかどう伝わっちゃうとか、そういうんじゃなくて、はい、自分を信じて強く生きていこうっていうふうに思っていますので、温かい目で見守っててください。ということで、今日もありがとうございました。おやすみなさい。またね。バイバーイ。浴衣の写真またあげます。